東京都大田区の町中にある行った神社には禁足地である尾塚が存在します。尾塚は南北朝時代の武将で、謀略によって暗殺された新田義興公の墳墓で、延文3年、1358年、当地の村民たちが築いた墳墓で、墳墓の前には新田神社が創建されました。塚はフェンスで囲まれていて、一見すると雑木林に見えます。フェンスの前に説明板があり、次のように書かれています。社殿後部の御塚は御祭神新田義興公のご遺体を埋葬したところで、直径約15メートルの円墳です。この中に入ると必ず祟りがあるというところから、荒れ山、迷い塚などとも呼ばれています。このフェンスで囲まれた塚の部分が禁足地となっています。行った神社自体は人気のパワースポットとなっていて、日々参拝客が絶えないそうです。義興の怨霊のたたりの伝説は、敵の江戸と御遠見の上の城主畠山国清の一族や子孫が新田神社付近に来ると決まって雨が降り、狛犬がうなったそうです。また何人であっても塚に足を踏み入れると祟られるというものです。祟りとご利益、実は紙一重なものなのですね。